昭和29年台風第5号は、1954年8月に、九州に上陸し、九州、四国地方を中心に被害を出した台風である。グレース台風とも呼ばれる。進路図1954年8月12日9時、日本の南の海上で、台風5号が発生。台風は勢力を強めながら北上して、15日には、勢力がピークに達し、 中心気圧940ヘクトパスカルとなって勢力を保ったまま沖縄に接近。その後東、シナ海を北上して最盛期の勢力を維持したまま18日2時に鹿児島県西部に上陸した。上陸時の中心気圧は以前940ヘクトパスカルであったが、これは1951年の統計開始以降では1991年の 台風19号などとともに5番目に低い記録であることに加え8月の上陸台風としては過去最低の記録である台風は九州を横断後18日午後に高知県すくも市と愛媛県宇和島市の間に再上陸して四国を横断19日未明には兵庫県南部に再上陸して勢力を弱めながらも本州を横断し20日未明に 茨城県から太平洋へと抜けてそのまま東方に去った。1954年の5番目に発生した台風という意味で台風5号とされているが、事後解析により、この年の台風2号と台風10号は台風の勢力に達していなかったとされて、台風のリストから外されているため、実質は台風4号である。この台風により28人が死亡。 69人が負傷したほか、33人が行方不明となり、5442棟の住家が損壊した。また浸水した住家の数は32265棟に達し、3476ヘクタールの高地19、191隻もの船舶が被害を受けた。ありがとうございます。